レッドブルのチーム代表、クリスチャン・ホーナーは、2023年にチームの驚異的なマシンを称賛し、それを F1 史上最高と評価した。ミルトン・キーンズを本拠地とするチームは、シーズン中22戦中21勝を挙げ、シンガポール GP でのカルロス・サインツの勝利は、その記録に唯一の汚点を残した。2年連続で、ワールドチャンピオンシップのダブル制覇を達成し、マックス・フェルスタッペンが3年連続のタイトルを獲得し、 その力強いパフォーマンスによって、彼は、このスポーツの歴史上最高の選手の一人としての地位を確立した。この年は、1988年のマクラーレン以来の快挙であり、どのチームも、完璧なシーズンに最も近づいた瞬間だった。ホーナーは、2023年に全レースを制覇できなかったことに対して、後悔はなく、22レース中21勝は、狂気の沙汰だと述べた。彼は、さらに、マックスが先週以上リードし、 19レースで優勝し、1988年以来の記録を塗り替え、2013年以来のセブベッテルの記録を破ったことは、この車が F1 史上最も成功したものとして歴史に残るだろうと語った。コメント、レッドブルのチーム代表、クリスチャン・ホーナーは、2023年にチームの驚異的なマシン RB19 を称賛し、それを F1 史上最高と評価した。いやー、すごい話です。22戦中21勝。 フェルスタッペンが先週以上リードし、19レースで優勝し、1988年以来の記録を塗り替え、2013年以来のセブ、ベッテルの連勝記録を破った。私たちも、いいものを見せてもらいました。もう見られないと思いますが、あるとすれば、2025年までにあるかも。